皆さん、こんにちは。レックセンー講師の池永です。今日は2021年、つまり令和3年合格目標のお土地価格調査士直前ファイナル登連、書式の収録講義についてね、ご説明させていただきたいと思います。はい。では、書式問題、つまり第21問及び第22問の出題内容及び収録講義のご紹介、全部で4つの項目について説明をしていきます。 まず1番目、出題可能性の高い論点を集中的に出題。2番目、解説冊子には重要論点を穴埋め形式で掲載。3番目、第21問については、複素数計算モードによる関数電卓の具体的な操作方法を実演します。4番目、第22問については、 建物図面または各界平面図の具体的な作図法を実演します。ではまず一番目ですね、この出題可能性の高い論点を集中的に出題するというところについてご説明をしていきましょう。 はい、こちらの方はですね、えー、具体的にどんな問題を出しているのかっていうのは、さすがに皆様に今の時点でお見せすることができないので、えー、合格者の方々の声をお知らせします。はい、まずですね、えー1人目の方、1人目の方ですね、えレックの書式問題で学習してよかった。そしてもう一方ですね、えー、あちこちに論点が隠されている。 まるで時代を処理するように、一つ一つ論点を処理していく練習ができて、本試験でとても役立った。そしてもう一方ですね、えー、レック直前ファイナルト連の書式問題を繰り返し解き、穴埋め形式になっている重要論点を繰り返し練習したら、ものすごい高得点で合格できた。このような声をいただいております。では次ですね、えー、今度は2番目の解説冊子についてのお話をしましょう。 解説冊子には重要論点を穴埋め形式で掲載しています。具体的にテキストの一部を、ね、皆さんにお見せします。ちょっと画面上は小さな文字になってしまいますけれども、今お見せしているものはですね、土地の合併制限とその特例に関する重要論点の穴埋め形式の部分です。 はい。えーまあ、文章が並んで、えー、書かれているのがわかると思うんですけれども、ところどころにこう、なんか穴埋めらしきものがあるなっていうのはご覧いただけるかなと思うんですよね。はい。それから、あー右の方に現れてきましたのは、今度は敷地権に関する重要論点の文章でございます。やはりところどころに穴埋めになっているのがわかるかなと思います。まあ、このようにですね、重要論点の穴埋め形式になっている解説なもんですから、この解説を 穴埋めをしながら読んでいくことによって、自然に重要論点の知識がしっかり身につくということになっています。もしこの穴埋めの部分がです、ね、ちょっとわからないなということがあった場合には、すぐこの下にです、ね、重要論点の答えの欄がございます。なので、最初のうちはわからなければ、この答えを見ながらです、ね、穴埋めをしていく、それだけでも十分力がつくと思うんですよね。はい、ということで、今度は3番目です。 はい、第21問については、複素数計算モードによる関数電卓の具体的な操作法を実現する、こちらについてのご説明をしていきましょう。はいえー、こちらについては、ですね別途、映像を用意していますので、こちらをご覧くださいはい。 えー、画面上、ちょっと小さな映像で、若干ぼかしが入っているので、見づらいかなと思いますけれども、関数電卓が映っていて、私が操作をしたり、説明をしたりしている様子がね、えー、見て取れるのではないかと思います。 あの複素数計算モードについては座標計算の3点セット、起点の座標値と距離と方向角、それを使って計算点の座標値を求めるといった基本的なことから、ですね、えー、計算点の座標値に波数が出るような場合であっても、関数電卓の機能を使って自動的に波数処理をした上で座標値を関数電卓のメモリに記憶させる、まあ、そんなようなことが、ね、できるような説明をしています。 複素数計算モードにについいいててて一定以上の知識を持っていらっっらしゃる方にととは十分対応できる内容と思いますでもしです、ね、複素数計算モードについて詳しく学習したい方ですね、そういった方々のためには、別途計算特訓講座というのを用意しています。この計算特訓講座を受講することによって、出題実績のあるさまざまな座標値の計算方法や、複素数計算モードの操作方法をしっかり学習することができるようになっています。 複素数計算モードについて詳しく学習したい方は、別途計算特訓講座を受講することをお勧めします。次ですね、4番目です。第22問については、建物図面、または各階平面図の具体的な作図法を実現するということになっています。こちらについても別途ですね、映像が用意してありますので、こちらをご覧くださいはい。 画面上、ちょっと小さな映像ですけれども、さまざまな問題について説明をしながら、ですね、作をしてるんですよね。で、あの、当連を皆さんが解いている様子を拝見すると、時々ですね、えー、何の準備もしないでいきなり図面用紙に定規を置いて作をしようというふうにしてらっしゃる方がいらっしゃるんですが、大概そういう方は遅いです。はい いきなり図面用紙に定規を置くっていうのはね、えー、ちょっと準備が足りないんですよね。で、えー、往々にして作図をしながら、関数電卓を操作して、えーと、ここの壁の長さは何メートルかな、なんでやったりしてらっしゃるわけですが、まあ、それは基本的にはもうやってはいけないことですよね。はい、作図のためにはしっかり下準備をする、まあ、フリーハンドでいいですから、下準備をしっかりした上えで、定規を使っていくっていうのが鉄則になるわけです。まあ、そういった基本的な作図の仕方についてもしっかり説明をしています。 今画面の中でね、フリーハンドで絵を描いている様子があったりとか、あるいは定規を置いて作像したりとか、そういった様子が映っていると思います。これは私が実際に実演をしている映像なんですよね。はい。あの、ぼかしが入っていますけれども、実際に皆さんが視聴する映像はもっとクリアな、しっかりした映像になっていますので、その点はご安心ください。 はい。で、え図面のね、え具体的な作図法を詳しく学習したい方は、別途スーパートックン講座を受講することをお勧めしておきます。スーパートックン講座の中ではね、え下書きのやり方から作図の仕方まで詳しく説明していますのでね、ぜひ参考になさってください。はい。というわけで、え2021年、つまり令和3年合格目標の土地価格調査し、直前ファイナル登壇、書式問題。 つまり第21問および第22問、出題内容および収録講義のご紹介ということで、こちらに示した4つの項目についてご説明をしてきました。はい、そういうわけでございましてですね、えー、今年の本試験にぜひ合格していただきたい、そういう思いで問題や解説を作ったり、それから関数電卓や作図を実演したりということでね、やっております。 ぜひね、この直前ファイナル登園を利用して合格の栄冠を勝ち取っていただければと願っております。今日は最後までお付き合いくださいまして、ありがとうございました。